理想の3サイズは理想の3サイズは3サイズは何？いい何だと思う？何だと思う？想像で3サイズ、鼻の高さなるほどね、まあそういうことだね。目、鼻、口ってことよ。そうそう、どんぐらいのサイズが好きか。あ、なるほどね。でっかければでっかいほど。なんでやついてるんですか。なるほど。もう分かんないけど、その数値的なのは分かんないけど、うん、まあ、ボンキュッボンじゃない。ああ、王道のやつね。うん、俺そんな求めないわ。ああ、もう顔。何の話してんだよ。次、リスナーのことどう思ってますか。どうしてくん。大切にしてる以外ある。大切にしてる。かっこいいよ。なんかある。やりにくい。なんだ。リスナーのこと。どう思ってるか、そうだよな、うん、当たり前だよ。じゃあ次、ベロ歴史。別に俺ゲームとか下打ちとかしたことはないんだけど、ベロ歴史ないかな。あ、ないんだ。ちょっと記憶がある。なるほどね。記憶？まい本当に言うよ。るか、何でもいいよ、何でもいいよ。プロ歴史が、なんて思いつかないな。人生のプロ歴史じゃないの。人生でもいいよ。人生プロ歴史ないかも。ないかも。ないプロって思ってないかも。おお、いいね。はい、じゃあ、スパークくん。そうですね。あー言ってたな。それは恥ずかしいわ。恥ずかしいね。あ、そういうのないわ、そう考えたら。おー、そういう系の話がないね。いつもホテルで。どうしきはチンパンジーですか。あ、俺らに聞いてる。まあ、せーの、はい、はい、そうです。はい、何チンパンジー化してんじゃん。タイマーやってるっすか。タイマーやってるっすか。俺らは、はい、やってます。おお、かっこつけたくて。かっこつけたくて。これダメだよ。使えないだろ。ガチ使えないと思うよ。ちょっとか言うと。ああ、確かに。誰が一番モテますか。決まってるじゃん。誰。でしょ。すげえ。ないサポコがスイッチを煽るようになった理由は。いや、難しいね。俺はもう動画上で何回も言ってるけど、咲いた、はい、いや、ちょっとフォートナイトの民度が下がってるかなって思ってっていう感じかな。なるほど。どういうこと。お前が下げるやん、逆にスイッチアウト。スイッチ勢が民度を下げてんの。リスペクトしてる実況者。もちろん、あー、俺な、毎回酒飲んだからやばいやもちろんヒカキンさん。おお、まあ、いつかね、まあ、ヒカキンさんと、まあ、リアルでもゲームでもコラボするんで、よろしくお願いします。無理だろ。ひどっ。別名簿記の部。うお、いいんだよこいつ。無理だろ、部屋で。おい、俺はセイキンさんです。お兄ちゃん。うん、なんで最近。なんかまあ、なんかだからいつか、まあ、セイキンさんとコラボするんで、まあ、よければ応援よろしくお願いします。セイキンあんまり似てない。なんそんなこと言うんだよ。セイキンがここだとヒカキンここ。次スパークね。ヒカキンダゲジーは。俺はリスペクトか。まあまあ、パークさんですね。素直に結構ガチ始めたきっかけだからね、スパークが。それはマジでびっくりしたね。ね、好きな女性のタイプは何ですか。新平 S さん。おお、おい、使うなよこれ。使うよ。使えよ。使うぞ使うぞこれ。使うよ。おい、ざけんなよ。いや、でもマジで、あのね、清楚は最、いや、もう最高。新平 S さんさ、うん、もうザ清楚じゃん。ああ、まあまあ。じゃあ新平 S さん可愛いと思う。うん。はい、じゃあトシキ君は。タイプ。タイプ。え、あ、分かんない。あの、だからさ、女性ゲーム実況者で絞って。分かんないんだよね、それも。誰だろうな。
はドンキです。おお。全然聞こえてないでしょ。彼女欲しいですか。いや俺いるから。おえええ。彼女よりリスナーを最初にしたいから。でも彼女できないっていうアンチがいるんだよ。本名は何ですか。クキです。おいおいなんで俺の言うんだよ。です。おいふざけんなよ。俺の名前です。あそういうことね。もうこれでいいわ。終わり。嘘。ごめん。編集でなんとかなる。なるか。